久保さん。いやー、一円大事ですね。なんで一円大事って思わないですかね。だからね、結構ね、これね、うーん、お金持ちになるというよりかは、うん、お金を大切にする意味とか、まあ、ちょっとタイトル考えますけど、あまあ、間違いなく、あの、一円を、あの、馬鹿にしているとか、 1>, あ1円を粗末に扱う人ってあ、継続してお金に好かれるってことは多分ないと思います。うん、まあ、これちょっとね、抽象度が高く、オブラードに包まれてる部分があるので、分かりづらいかもしれないですけど、まあ、久保さんが言ったとおりさあだ、案件で言うならば、例えばその、じゃあ、ポイント3円とか2円でね、あの出してる広告主がいるわけですよね。 じゃあこれアンケートに答えたから2円払いますよ、3円払いますよっていう,う、ー、案件を投げてる人がいるわけじゃないですか。企業さんが。じゃあ、その企業さんも、じゃあその案件しかないのかっていうと、他の案件もあったりするわけじゃないですか。高いやつも。じゃあこの時にですよ、じゃあ A さんと B さんがいました。じゃあ A さんは、A さんは常にね、自分の会社のアンケートに答えてくれて、親身になって1円とか2円の、その安い単価のやつでもやってくれる。 A さんがいます。じゃあ B さんは何もあの、やらない。じゃあこの A さんと B さんを企業から見たら、どっちに高額な案件を振りたいですかって話ですよね。常に日々ね、あの、やってくれてる、ちゃんと、あの、なんか動いてくれてる人に投げたいですよね。どうせですか。例えば従業、会社を経営してます。会社を経営してます。同じ手取り。同じ手取り A さんと B さん、20万を で払ってますじゃあ A さんはあの手取り20万で、えー、安いと文句言わずにめちゃめちゃ会社のために頑張ってくれてる。じゃあ B さんはなんだよ20万じゃちょっと無理だよみたいな陰口叩いてあーなんだサボってる。じゃあ A さんと B さん給料上げるときにどっちを選びますか絶対 A さんですよね。<laughs> 絶対 A さんじゃないですか,だか要はその向こう側を見ていかないといけないんですよね。大事なのは。 お,あのお金の1円のその先の向こう側ってことですよ。うん。だからその単品で見たら、単品で見たら確かに1万円のはいいでしょう。ね。だけど、すべてトータルで見たときに、結局、1万円も1円の集合体であるってことなんですよね。大事なのが。だからこれが、どういう側面でそのお金の、を見てるかなんですよね。わかります単品で見たらね、1円ですよ。だけど1万円も、 一円の集合体であり、じゃあ一円のその先に何かがあったりとか、わかります例えばあ、まあ普通のビジネスでもね、請求書は来ます。これ実際、実際僕昔あるんですけど、業者から請求書来ます。で、そのミスったんですよ。で、100円か200円か、そんぐらいちょっと、あの、振り込みできてなかったんですよね。まあその、端数間違えて。じゃあ電話かかってきて、足りませんみたいな。 払ってくくださいいいみみたたななな振込手数料が高くなるみたいなだから何が言いたいかっていうとね、例えば支払いがね、100万だとしてもね、100円足りなかったら、完了にならないですよ。100万円払ったんだからいいだろう、にならないですよ。いやいや、見積もりというか請求書100、100万何,十何千いくらでしょと。だからこれ払ってくださいっていう。だから、100万払っても簡潔にならない。100円がないとね。だから、この100円の重みというかね、結局、 全部大事だよっていう <laughs>。結局全部大事なんですよ。ね。だから1円が大事っか、全部大事ってことですね。だから1円がダメとか悪いとか、そういうのじゃなくて、全部大事だよっていう。だから人生の、人生に置き換えると、人生においても全部大事じゃないですから。無駄なことなんかないんですよ。無駄なことにしてるのは自分が無駄にしてるだけであって <laughs>、無駄なことはないですよ。だから久保さんなんかね、麻雀店ね、�から見たら無駄かもしれないですよ。 借金抱えて常に赤字垂れ流してね <laughs>。こうビジネス的にどうなんだと。ね。売上げ一個も上がらないみたいなね。ずっともう借金だけ膨らむみたいな。これビジネス的に言ったらナンセンスですよね。ずっと赤字垂れ流し。だけど、それをダメな過去で終わらすのか、それとも、もうもはや自分の歴史物語、ストーリーに変えてダメダメだったマージャン店の僕が、ね。 あのこんななりましたねっていう、もはやマージャン店で経営してダメだったよっていうのが、もはや武器になってますからね、これね。えどうですか。だからそれをなんか、結局トータルで使えるか使ってないのか、使う,使うのかっていうところで、使えば無駄じゃなくなるんですよ、これ。この経験だったりとか。で少なくても、じゃあ一人で稼ぐっていう、 自分軸をですね一人で稼いでいくっていう自分軸を作る上でここの経験っていうのが今の多分久保さんの軸にも入ってると思いますよ従業員を雇わないという僕もそうですもん僕もその昔赤,あの赤字になった時に会社に貸し付けて自分の貯金全部入れてで消費者金融回って、えー、銀行ローンも借りてそれでも足りなくて、えー、親に土下座して金借りてみたいなやりましたけど でもその、うん、はっきり言ってそれはきつかったです。きつかったけども、その経験っていうのは今に生きていて、その、うん、絶対従業員雇わないし、絶対大きくしてない、しかない、いかないっていう自分軸の一つの指針になってます。で、その指針の,の,指針のおかげで僕は生き残れました。4年間。 もしこれが僕は他のなんか手出してるとか、なんか大きくするとかね、なんかバイト雇おうとかね、なんかしてたらまたなんか問題起こってただろうし。うん。だ今自分が自由で生きていけるのはそういう失敗とかいろんなね、いろんな要素があって、今があって。無駄なことって多分人生において僕1ミリもないと思いますよ。無駄なことって。無駄なことがあるとするならば、それは自分で無駄に処理してるだけです。うん。 本当に。使い方ですからほんと使い方ですうんそうだからそれをねやって全部必要だっていうテーマにしましょうかいってらっしゃい